わしと待っておった、そなたのような若者が現れることを。もし、わしの味方になれば世界の将軍をお前にやろう。どうせ、わしの味方になるか。よろしい。ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ。ほほう、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。わしからの贈り物を受け取るがよい。そのため世界の将軍、闇の世界を与えよう。わっは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 っ。マリサよ、また夢を見ているのですね。それはとある戦士の忌まわしい記憶、あなたが見るべき夢ではありません。あなたはあなたに課せられた使命を果たし、あなた自身の役割を全うすればよいのです。マリサ、覚えていますか？私が一番初めにあなたに言ったことを。あなたは勇者ではないのです。竜王を倒すこと、それはあなたの役目ではありません。おはようだぜ。マリサさん遅刻ですよ。もう挨拶したか？いえまだです。おし、それじゃあ今回の実況を始めてくぜ。おマリサよ、そのように元気なのびを背負ってからに。昨夜は随分うなされておったが、そこまで心配せずともよさそうじゃの。しかしマリサよ、わしは予言者じゃ。わしには分かっておるぞ。そなたには大地の精霊ルビスが与えた使命が、役割が、責務がある。この死の大地こそそなたがリーダーとしても役目を終える運命の地。マリサ、もうすぐじゃ、もう少しだけ頑張るのじゃぞ。さてと、早速じゃが、そなたには新しく手に入れた青い旅の扉を使って、かつてのウルトラダドームの城の跡地を目指してもらいたい。まずはその地に光をもたらし、かつてのラダドームを再建してほしいのじゃ。そなたが作り出した聖水を地面に振りまけば、死の大地は力を取り戻し、そこから物を作るための素材を得ることもできるようになるじゃろう。もし腹が減ったらわしに声をかけるのじゃ。わしと姫はここで待っておるぞ。てことで行こうか。姿ですね。セーブがこんなところに。アレフガルドレッテイと書かれた本が置いてある。我が故郷メルキドを出発していく連日、ついに私はラダドームの城に行き着いた。しかしこの地は噂にたがわぬ死の世界。光も希望もなく、ここには闇と呪いしかない。かつては繁栄を極めたラダドームの街も、今やあれは手に入る影もないのだ。聞くところではこの地のどこかに人々の希望を背負いながら、最後の最後に裏切った闇の元凶が住んでいるらしい。しかしそのようなこと、今の私には何の関係もないことだ。私にはもう旅を続ける力は残されていない。私はこの地を旅の終着地にしようと思う。もし私の旅の記録を遥かメルキドの地からここまで追ってきてくれた者がいたならば、私の辛く悲しい旅は無駄ではなかった。ここにその感謝の思いを伝えておく。最後に万日を考えて記しておこう。もしもこの地の大地に光を取り戻したいのなら、魔物によって奪われた希望の旗を得ることだ。希望の旗はこの城跡の南にそびえ立ち、魔物たちが建てた新しい城の中にあるという。魔物は強く城の内部は入り組んでいる。考えうる最大限の準備を整えて向かうのだ。お、私の記録を読む後の時代の冒険者よ。ラダドームを再建し、アレフガルドを復活させてくれ。ガンダル。準備して魔物の城ってのに行かないとなんだな。周りを探検中だぜ。とてもまだまだしい湖を見つけたぜ。うわ、木ですか？みたいだな。汚れた看板に文字が書いてある。竜王の命により鉄と石炭に呪いをかけ、空に浮かべてやった。この呪いを解かなければ人間は再びそれらを手に入れることはできないだろう。頑張れ人間、大気づきは人間の味方だ。ま、待ってくれ、ちょっとうるっときたんだが。あー、足が滑った。おだぶつです。マジかよ、初死にがひどいぞ。死に方ひどすぎるぞ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。忌まわしい過去だぜ。お、聖水ってこうやって使うのか。回復アイテムになるな。聖水を使うまで約15秒ほど無駄にしたマリサさんなのであった。みんな話は聞きましょう。おっす、了解っす。さっきのやつにかけてみよう。おー、いいですね、楽ですね。取り放題だぜ。さ、
装備整えましたさ。時間かかったわ。それじゃあ魔物の城に攻め込むぜ。さあ、って乗り込むぜ。ケーキ漬けに浄化浄化。頑張ってください。カットですけど。悲しくかな。この城の内装はいただけそうだからいただいておくぜ。すまねえな、止まるよ。希望の旗ゲート。希望の旗を取り戻したのですね。ヤダドームの城の跡地に建てるのです。そこからヤダドーム復興の始まりであり、役割はもうすぐ終わることでしょう。鋼のグリーブゲート、どんな効果があるんだ。落下時のダメージ半減ですね。メルキドグリーブの方がいいな。じゃあ調度品いただくぜ。マリサよ、よくやりましたね。そこがあなたの拠点となるでしょう。あなたには物を食う力を持つ者として、そこで果たさねばならない使命があります。その一つはオートラダドームの再建、そしてもう一つは失われた伝説の武器や防具、そして UO を倒すための道具を新たに作り、この世界を闇に覆われる前の状態に戻すことです。そうすればあなたの敵も終わり、やがてアレクザルドは復活するでしょう。マリサ、念のためもう一度言っておきます。あなたは UO を倒す勇者ではありません。そのことは忘れないでくださいね。全ては精霊の導きのままに。ジジイとお姫様だったな。と誰？おお、光とはかように眩しいものか。松明とは違う、なんと優しく美しい。お、それにどうであろう、頭にかかっていたもやも晴れるかのようで、これで預言者としてそなたを正しき道へと導くこともできるぜろう。助かったぞマリサ、そなたを長い間待っていてよかった。さあマリサ、まずは失われた建物を築き、ヤダドームを復活させようぞ。そして UO 討伐に必要な武器や道具を共に作り出していこうではないか。それこそビルダーの役割だからな。ここからダドームの跡地か。お、なんと暖かい光でしょうか。そしてこの場所もなんだかとても懐かしい。マリサ様、このヤダドーム城の跡地に光をもたらしていただきありがとうございます。この地にオートラダドームを再建すること、それこそがルビスのモノセキルの力を与えられたビルダーとしてのあなたのお役目と聞いています。もちろん私も協力します。共に新しいヤダドームを作り上げましょう。そうでした、これをあなたに差し上げます。再建にお役立てくださいね。力の指輪ゲート。お、なんと眩しい光だろうか。そしてあのお姿は、まさか姫様。それでお前は一体誰だ。随分と緊張感のない顔をしているが。ビルダーだと、失われたものと作る力を持つ存在なのか。すまない、私は UO の呪いで石になっていたのだ。最近のことはわからない。ビルダーというのはつまり、戦士ではなく言うならば大工や鍛冶屋のような存在なのだな。安心したぞ、お前のようなものが UO を倒すなどと弱いことを言い出さなくて。私はラダドームの兵士らしたんだ、よろしく頼むぞ。しかし、手は誰が UO を倒すのだろうか。まさかこの私が、いやそんな、ぐっとムカつくやつが出てきたな。なあマリサ、お前は聞いたことがあるか。UO に挑むには特別な剣と鎧が必要って話だ。なんでも王者の剣と光の鎧というものらしいんだが、まではそのどちらも失われてこの世界には存在しないんだそうだ。きっとその部分を作り出すこともビルダーとしてのお前の役目なんだろうぜ。なあマリサ、UO を倒す武器もそうだが、このラダドームにも武器や道具を保管しておける倉庫が必要だと思わないか。そうそう、昔ラダドームには確かこの辺りに宝箱の並んだ倉庫があったような気がするな。なあマリサ、部屋自体の作りはお前に任せるから。大倉庫が一つと倉庫の中を飾るタペストリーが二つ、あとは宝箱が3つと収納箱がある城の倉庫を作ってくれ。は、序盤にタペストリーとか、しかも倉庫に、いらんだろ。マリサ様、早速ラダドームの再建を進めていきたいと思うのですが、城の跡地はご覧の通りのありさまです。どこから手をつけたらよいものか、今までのご経験を生かして案を考えてくださいませんか。え、なんですって、あの場所に大物を作ろうと。確かにかつてあの場所に王と姫の間があったような気がします。しかしこのような時にそんなお部屋を作っていただくわけには。え、なんですって、玉座があればラダドーム再建のシンボルになる。そうですか、もし王の間があることで皆の心に勇気が湧くなら嬉しいことです。あなたはなんと優しい方なのでしょう。ありがとうございますマリサ様。かつて玉座の間はこのようでした。この設計図を使ってどうか再建をお願いします。玉座か、これも要求量がでかそうだな。うわぁ、これは作るの大変そうだぜ。マリサよ、これが最初の使命となろう。そしてわしの役割はそなたを正しき道に進ませることにある。そこでマリサ、そなたにはかつてこのラダドームにあった占いの間を作ってもらいたい。占いの間があればラダドームの再建につながるだけでなく、ビルダーとして進むべき道をより正確に示すことができるであろう。場所はこの辺りが良い。ここならかつてのラダドームに近い気がするぞ。さあ設計図通りに占いの間を作ってくれ。続き
はこの次にしようか。そうですね、そこそこ切りがいいですね。それじゃあ今回はこれで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。はいはいはい、ラダトーム編2回目だな。と言っても作業が中心だからそこまで長くならない気がするぜ。知ってるでしょ、やりなよって感じになってますよね。まあそれでいいんだけどな。どうせカットだしな。悲しきや作業時間。